皆さんこんにちは、未来です。皆さんは日本が開発した次世代太陽電池ペロブスカイト太陽電池についてご存知でしょうか。太陽光発電は有力な再生可能エネルギーによる発電スタイルとされており、実際に現在も太陽光発電によって発電されています。基本的な原理としては、ソーラーパネルは N 型半導体と B 型半導体という2種類の半導体を貼り合わせて作られています。光が照射されると N 型半導体にはマイナスの電気を帯びた電子が、 B 型半導体にはプラスの電気を帯びた正孔が集まり、プラス極とマイナス極が形成されるのです。電子が導線を伝わって移動するようになるため、電気の流れが生じ、光が当たり続ける限り発電を行うという仕組みです。今回はそんな太陽光発電の領域で日本が開発した次世代太陽電池ペロブスカイト太陽電池についてお話ししていきます。次世代太陽電池ペロブスカイト太陽電池が世界初の採用。積水化学工業が開発するペロブスカイト太陽電池が2025年に世界で初めて JR 西日本の駅に設置されることになりました。太陽電池の世界では日本メーカーは近年苦戦が続いています。日本の太陽電池メーカーは1990年代から高性能を売りに世界を席巻し始め、2000年代にはシャープ、京セラ、パナソニック、三菱電機の日本4社の世界シェアは 50% を超えていました。しかし2010年代に入り、中国勢が太陽電池生産に本格的に参入し始めると状況が一変します。安さを武器に中国勢が世界市場を席巻し、現在では日本勢の世界市場シェアは今や 1% 程度。日本国内でも出荷量シェアが2019年度ついに5割を切ってしまう状態にまで追い込まれています。日本の太陽電池メーカーは次々と撤退や事業売却に追い込まれており、例えば三菱電機は2020年3月末で太陽電池の生産から完全に撤退しています。そういった状況であり、日本の太陽電池は終わったという声もある中で、業界として逆転の秘策が次世代太陽電池の開発です。その一つが今回紹介するペロブスカイト太陽電池です。ペロブスカイト太陽電池って何？ペロブスカイト太陽電池とは、太陽の光エネルギーを電気に変換する結晶構造を持つペロブスカイトという材料を用いたペロブスカイト半導体を使った太陽電池のことです。ペロブスカイトはロシアのウラル山脈で発見された鉱物。この結晶構造を持つ素材を一般的な化学物質を合成して作ることが可能です。理論上ではこの結晶構造を作る化学物質の組み合わせや構成比は600種類以上あり、その中から太陽電池に最適な組み合わせを探すということが行われてきました。ペロブスカイト型太陽電池は2009年に日本で誕生した比較的新しいタイプの太陽電池です。ただシェアとしては主流となっているシリコン太陽電池は約 95% を占めている状況で、ペロブスカイト型太陽電池のシェアはほとんどありません。そこに日本が得意とするペロブスカイト型太陽電池が風穴を開けられるかということでも注目を集めます。積水化学工業はペロブスカイト型電池の実証実験を大阪市で2024年に始め、2025年に事業化を目指しています。ペロブスカイト太陽電池って何がすごいの？ペロブスカイト型太陽電池のすごいところを紹介していきます。まずは薄くて軽いことです。現在主流のシリコン太陽電池はソーラーパネルのイメージ通りに大きくて重く、設置できる場所が限られます。しかしペロブスカイト型太陽電池はシートに印刷するなど塗布によって簡単に製造可能です。そのため
紙のように折り曲げられる柔軟性のある形状にすることが可能で、重量としても軽く、設置場所の制限もシリコン太陽電池よりも条件を選びません。これまでのように建築物の屋根などに限られることなく設置することが可能で、ちょっとした場所での発電が可能となるのです。今回導入する JR 西日本関係者は、軽くてフレキシブルという特徴がある太陽電池で、設置場所の拡大が期待される性能を検証していきたいと話しています。ペロブスカイト型太陽電池はシート状に作ることも可能であり、私たちの一般的なソーラーパネルとはかなり異なり、これが本格導入されればかなりの方が驚くと思います。その他にもメリットがあります。それは発電効率を高められるという点です。やはり太陽光発電システムである以上、発電効率は重要なファクターです。東京大学の研究グループは2022年7月12日ペロブスカイト CIGS タンデム太陽電池として世界最高性能となる変換効率 26.2% を達成したと発表しました。現在のところこのタイプの現状での世界最高効率は 25% 台ですが、2種類以上の異なる太陽電池を積層した太陽電池、いわゆるタンデム太陽電池にすると 45% 以上の変換効率を実現可能と言われています。その他にも高効率かつ NIMS は太陽光に対して 20% 以上の光電変換効率を維持しながら、1000時間以上の連続発電に耐える耐久性の高いペロブスカイト太陽電池の開発に成功しています。これぐらいの性能を得ることができれば、シリコン太陽電池以上の性能を誇ると言っても過言ではありません。最後に、製造が安価でレアメタルを必要としないという点です。現在普及しているシリコン太陽電池は製造するためには手間がかかり、しかも設備的にもかなり物を整備しなければならないという点がネックです。シリコンを用いるには多くの製造工程が必要であり、高温プロセスもあるため電力消費量も大きくなってしまいます。このような工程を経て製造されるため、価格面で抑えることはなかなか難しいです。ペロブスカイト太陽電池は溶解処理による簡素化された製造工程で済むため、コストの高い生産設備を必要とせず、低い温度でのプロセスのみで製造できるため電気消費量も抑えられます。さらにはペロブスカイトを半導体の材料に薄膜として用いるため、シリコンを使う場合と比較して20分の1程度の材料で済むとされています。つまり簡単に言えば安く製造することができるとされるのです。さらにさらに、ペロブスカイトは一般的な化学物質から合成できる材料であるため、レアメタルを必要としません。つまりは原材料面ではレアメタルを必要としないため、安定的に製造することが可能であると言えます。レアメタルなどの貴重な原料に関しては産出地が偏在しており、世界中で奪い合いの状況になりつつあります。材料面で不安がないことは製品として素晴らしいことです。2030年に4563億円になる？富士経済は2020年3月に次世代太陽電池の世界市場を調査し、その結果を発表しました。その中で次世代太陽電池の世界市場は2019年見込みの6億円に対し、2030年には4563億円に拡大すると予測しています。調査は次世代太陽電池をすでに商用化していますが、商用化に目処をつけた国内外企業23社を対象に実施したもので、商品化の道筋が強いものに絞った調査です。今後は現在以上の太陽電池として効率強化や実際の運用の中での耐久性などを向上させていくことができれば、十分主流になり得る太陽電池です。自動車や無人飛行機など活用の分野は広がっていくことが考えられ、日本の太陽電池復活ののろしが上がりつつあるのかもしれません。国内では他に東芝や愛信、
パナソニックホールディングスなどもこの太陽電池の開発をスタートさせており、日本のテクノロジーとして開発が続けられています。もちろんライバルとなる海外勢の動きは注意していきたいところですが、ペロブスカイト太陽電池に関しては日本がアドバンテージがある製品です。太陽電池はまだまだ発展していく可能性が高い分野です。今後の研究開発に注目していきたいところです。皆さんは日本が開発した次世代太陽電池、ペロブスカイト太陽電池についてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。また、Twitter と LINE でも発信中です。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。